怖い。ちょもちゃん一緒に来て。くるくるちょもちょも。くるちょもちょも。今日はいい日だね。さなちゃん見てるくるぶしです。今日もですね、ソロでお送りしております。今日はこれから、新型コロナウイルス、ワクチン、怖いんですけどこれから打って経過などお知らせしたいと思います。今日は1回目、頑張っていきましょう。行きましょう、レディーゴー。瞬間はそんなにインフルエンザの、注射より痛くなかったです。あ、もう終わったんだっていう感じ。結構ね、僕インフルエンザの時って痛いし、結構痛さがもうね半年後ぐらいまでたまにズキッとしたりするぐらい、結構あんまりね合わない方なんですけど、ここ帰ってくるまでに、ちょっとね、ズキズキする感じでございます。で今ちょっと体温測ってるんですが、はい、出ました。ただいま36度3分、そんなにまだ、変わっておりません。はい、一日ね経過を見てみたいと思います。ありがとうございます。はい、午後の2時です。今熱を測りましたら、なんと37.1度、ちょっと上がってきましたね。体調的には全く問題ありません。はい、現在ですね、3時37分ぐらい、なんですけど、急激に何かこう体がパーッと、熱くなってきて、まあ言うても 37.3 度、ちょっとねでもだいぶ体感的には熱くなってきました。で、なんか急に眠いっすね。まあ、これちょっと編集のせいもあると思うんですけど、ちょっとね、体が熱くなってます。はい。夜の19時になりました。今ね、ちょっと撮影前に熱を測ったら、37.1、ちょっと下がってます。棚の上のね、サランラップを取ろうとしたら、あ、ちょっと、あげんのきついかもってなって、ここまで来るとですね、あーちょっと痛いかもしれないみたいな、ちょっと腕に痛みが来ちゃった。今日は最後、この動画で最後にしたいと思います。今夜のですね8時45分、お風呂は、軽めのシャワーだけの方がいいということなんで、シャワーだけにしました。はい、体温どうでしょう。はい、現在37度、まあ今日は7度台がずっと続いてますね。で、8時前ぐらいかなからね、もう手が上がりづらくなって、ちょっとねもう90度にならない、なるのも結構辛いぐらい、もうなんかこのぐらいしかこれ以上上に行きたくないみたいな、痛みが結構痛いです。うん、なんか何もなってないんだけど、ちょっと肌あんま見せたくないね。1日目はこんな感じでした。接種1回目の1日目ですね。
まあ、24時間、ちょっと観察してみようかなということなんで、明日の10時過ぎまで、ちょっと、この動画をですね回していきたいと思います。今日はちょっと、早めに寝たいと思います。今日もありがとうございます。おやすみなさーい。手だけですね、しんどいな。今このカメラを持ってる手がマジできつい。痛い。ちょもう、まあこのまま収まりそうですね。頑張ります。接種からですね、丸1日、24時間、経ちました。まあ、朝からそんなに、体調は変わってないんですけど、最後のじゃあ検温いきましょう。はい。あ、でもまだあるっちゃあるな。現在 37.1 度。まだ7度以上ありますね。はい。24時間経って、まとめみたいな動画を、撮ったんですが、24時間を経過した後、割とちょっとしんどくて、ちょっと改めてまとめ動画を、撮らせてもらいました。24時間経った時はまあ出ても 37.1 度、2度とかだったんですが、24時間経った後の夜とかはですね 37.5 度、の結構だるさがひどかったですね、僕の場合は。あんま意識してないのに気づいたら横になってたみたいな、しんどいなっていう感じが続きました。腕のね、痛みもね、24時間経過した後の方がどんどん結構痛くて、どこにもぶつけたくないみたいな。24時間じゃ答えは出ないです。土曜日の10時に打って、完全に良くなったのは火曜日の朝ぐらいですね。なんかまあ個人差は多分ね、あるんでしょうけど、1回目って割と大丈夫な人が多いって聞いてたので、まあ大丈夫だろうっていう感じがあったんですよ、自分の中で。思ったよりしんどかったですね。高いものとかに、いつも使うものはあまり置かないとか、あとは洗濯はもうなるべく終わらせつつとか、もう本当にね、ちょっと体調の変化激しいかもしれませんので、まあ、僕は、皆さんにこうお伝えした、感じだったんですが、もっとしんどい人も、いると思いますので、軽めに見ない方がいいのかなっていう感じがしましたね。本当に軽く収まれば、万々歳っていう感じで、まあ、みんな打ったことないワクチンなのでね、どうなるかは分かりませんけれども、僕の場合はこんな感じでした。はい、何かしらの参考になればなと、思います。はい、2回目のワクチンの時はやる？やります？2回目はちょっと怖いな、本当に。本日はですね、イデクルブシ新型コロナウイルスのワクチン、1回目の接種、24時間、観察してみた、お送りしました。ありがとうございます。無駄に LED ライト使ってる。